안녕하세요, 미소입니다. 今日は今起きました。今日はね、マジで今日は、今までちょっと寝起きで声がすごいんやけど、 Get Ready with me か分からんけど、なんか朝起きたよみたいな、朝起きたよ報告みたいな動画あるやん。なんかモーニングルーティーン、モーニングルーティーンと Get Ready with me の違いがなんか分からんねんけど、なんかそれをねやってみようかなと思ってクーラーして寝たけど喉カリカリで、今日は友達となんか一日遊ぶ予定があるけん、別に一日遊ぶかどうかはなんかもうどうでもいいかもしれんけど、遊ぶ予定があるけん、ちょっと背中かがして、遊ぶ予定があるけん、なんか出かけるまでの準備を取りたいなと思って、朝しおることとかなんかルーティン系ね、まあ、結構なんか自分あるっちゃないっちゃあるっちゃないっちゃみたいな。でスキンケアを教えてくださいっていうねやつが今まであったけん、今回そのスキンケアも紹介できたらいいなと思って。ほらこれは人のあくびって映るよね、ニキビ。時刻は10時53分、私にしては早起きです。しっと、いつも動き出すのがね2時とか1時とかやけんね、早起きなんです。服着替えるね、ちょっと今パンツやけん。いつも朝は隣の家の木に止まってるセミの音か地域放送で起きることが多い。だいたい今の時期はセミかな。みんなは何で起きますか。はい、カメラをこう置いてね。でね、なんか歯磨き前とか電動とかやったけど、なんか最近電動やるのめんどくさくてさ、手動。起きた時に綺麗だからちょっと気持ち悪くない、ちょっと綺麗だけど。今日は化粧をするので、生えに生え盛った眉毛、まつげ、これ何、眉毛を無駄だけは剃っていきたいと思います。てかもう8月よ、やばい。今日8月1日やって起きたらびっくりした。寝る時ね31やったけどね、そろそろ8月にはなるんだろうなと思ってたけど、ほんまに8月になった時に、やばい、夏、本気の夏来たよみたいな思ったよ。顔がすごいなんかむくるのが布団とかよくわからんねえけど、なんか夜食をやめないかんね。夜食はね、夜食なんかね、夜に食べるかもしれんよあれ。ほんでね、みんながねスキンケア結構気になっとるって言ったんやけど、自分ずっとマジでこれ、これ本当に日常仕様のやつ、 YouTube 始める前から今もずっと使えて、なんか自分めっちゃ肌弱いんよ。だけんさ、なんか S から始まって2で終わる化粧品あるやん、高いやつ、あれやろうと思っても一式 S から始まって2にやるやつに変えたんよ。だから1週間はめっちゃ良かったんよ。やばいみたいな。でおっぱいとかにもさ、なんか形成保湿水とか塗ったらいいって言うけど、おっぱいとかにも塗ったらおっぱいマジでもう、マシュマロみたいな感じだったよね。マジでポープーポープーって名前か、何これ、朝からないよこれ。で肌もやってんやけど急にバって出たんや。ちょっと待って、これ先塗るわ。これあ、やっぱ自分これなんやみたいな。これやっとったらほんまに荒れんのよ。これは先にこの乳液界ね、この分からんけどこっちのやつを塗るタイプなんやけどね、自分セキスキンケアとかそういうなんていう肌にかけるなんかめんどくさいけん、でも肌はめっちゃ綺麗に塗りたいけんさ、肌のためにやりよることっつったら絶対もったいないって思わんこと。だけどもうもったいないって思わず、しかも自分顔でかいけん、もうなんていうの、6プッシュぐらいやってからべちょべちょに塗るよる。そしたらその S から始まって2で終わる化粧水であれ取ったやつも一気に治った。マジでいいよこれ。今まで、そういえば今までスキンケアとか出したことなかったなと思って、自分はこれ使うよるずっと。ここ流しちゃった方がいいんかなとか思って、こうやって流すんやけど、顔やばいね。なんか激しい顔したら治るとか言わん、むくみって。でこれをいつも自分は鼻むくんでるけん、ここんとこクッとクッとクッて顔マッサージとかってなんか誰か教えてほしい。てかこれ放送できる？これウィズアウトめっちゃいいよ。でもちょっと高いんかな。でも、もうずっとこれって決め、もうずっとこれ決めてるって分かっとるけんさ、ちょっとごめんね、トラック通る。6本ぐらい一気に買って、マックとか売りよんかな。これ乳液とこの水となんかジェルみたいなやつをマジでべちょべちょに掴むよね。これをこうやって否定で温めて、
化粧水って肌に入るんかな、これこんなに一生懸命やめても入らんねんけど、こういう自己満なんかな、分からんけど。で今日はさ、なんかもう尺とか気にせずに、なんかもうほんまにリアルなモーニングルーティーンでいいかなと思って、もう別になんかで本当にカントリーロードこの道で、夜のスキンケアも一緒のウィズアウト使えるんやけど、もう風呂出た瞬間顔びちょびちょで出て、顔拭かずにもうタオル、バスタオルピュッて巻いて即でウィズアウト、あの即で顔につけるようにする、ちょっとでも乾燥させんように。そしたらね、特に冬とかはね、この何ジェル使えるよ。とにかくね、顔をベチョベチョにするんだ。でもね、この前ね、そう動画でさ、S から2で始まるさ、化粧品さ、ばあちゃんに出てきて、ほんでもばあちゃんめっちゃ肌綺麗になったって言って、やっぱ高いのはいいんやな、まあ、自分には合わんかったんやけど、まあ、高い気合うってわけじゃないやんか。ぬにゃー、いろなー、いろなせよー、ぬにゃー、おめめ、おめも来てください。はい、完璧。残ったやつを手に塗ってね、手もさ、やっぱ一番なんていう、人関係で一番見えるとこやんね、手って。もう 何しようって見えるんやけど、手は綺麗に折りたいと思って手にも塗って、熱っ、クーラーつけようか。そしたら次は体重測ります。体重は朝起きてトイレ行ってすっぽこぽんの状態で毎日測るようにしてる。もうマジで裸、メガネものけて、髪の毛もほどいて、さあ夢の世界へ。なんか毎日測るよったらさ、なんか今日食べ過ぎたな、明日控えようかなとかなるやん。けど普通にこういう時ってやっぱ減っとる方がかっこいいかもしれんけど、普通に増えとったわ 0.8 くらい。違う、何もやったっけさっき。だからいつもアプリに記録して、減っとったら減っとったで褒めてくれるし、増えとったら増えとったで、あ増えてますねみたいに言われるやつやんや。アプリもここに、このアプリです。はい、ちょっと体重を測るの終わった瞬間いつも水飲みよる。やっぱね、体内水は大事よ。メガネ、メガネないと何も見えん。熱っ、熱っ。で、2ヶ月ぐらい続いてんやけど、毎朝ラジオ体操するしよる。だからラジオ体操ってさ、あんだけ全国で全国民の子供にやらすってさ、体に悪いわけないやんね。あんなんで体に悪いとか言われたらね、やけラジオ体操毎日しよるよ。あのダン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 、あの音楽がね、 LINE ミュージックとかにあるけど、それね聞きながらやるんやけど、あの音楽引っかかるやん著作権。今日はちょっと生歌でいくね。はい、でしかもこれ全力でやるよみんな。でね、私にもね、本物のかつてガリガリと言われようって時代があるわけですよ。まあ言ったら普通に細かった時期あるんや。その時ほんまに毎日走って毎日ラジオ体操全力でしょったよ。だけどラジオ体操したら痩せるんよね多分。だってね、ほんとラジオ体操が体に悪いとか言われたら私も国家信じれん。パン、今パンツやけどちょっと下まで映せない、熱い。みんなもパンツでしょ家の中。いくよ、せーの、喜ぶも一緒に。タンタンタタン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 Thank you.
ダメ、マジでスマホ依存症っていうかね、なんかもう触り出したらキリがございません。さあ化粧しよう。タホよ、てか見てやこれ、じゃん、最近買った指輪。可愛くない？めっちゃ可愛いよね。弟にはなんかゴミつけとるみたいって言われたけど、どうこれをどう見たらゴミになるんですか。めっちゃ可愛いよね、なんかいいよね。夢タウンで買った。これつけたい。でもね、友達がね、こういう最近韓国で流行ってるビーズの指輪を作ってくれたり。見て、ちょっとピントピントピント、あ、来た来た。可愛くない？これもつけたいなと思って。めっちゃ可愛い。これシンデレラになれたみたい。今日は友達と遊ぶって言ったんやけど、何するかって言ったらね、なんか友達とね、私の大好きな木村拓哉さんの娘さん、こうきさんとここみさんのインスタとか見よったらさ、なんか相当かっこよくない？なんか庭でマミーのお庭手伝ってますみたいな、こうなんかすごいかっこいい写真あるやん、なんかとかで、めっちゃ映える写真を、てか自分たちなんか写真撮ってないねみたいな、ってけんさ、映える写真を今日1日かけて撮ろうって、いろんなとこ回ってね、だけどそれ用のメイクしようと思って、でこの前ね、自分がね、動画でエスポイア大好き、エスポイア大好きって言ったらね、それをエスポイアさんが見てくれてね、エスポイアっていう名前じゃないんやけど、私はもうエスポイアって言うけん、もうエスポイアにしかもう見えんのよね。本名ね、だっけ、エスポワールさん、韓国語やったらエスプワールなんやけど、エスプワーさんが送ってくれたんよ、化粧品も。これもね、使いながらなんかルマンド、これまたこれも私また本名じゃないけど、私はもうルマンドって呼びるけど、ルマンドって呼ばしてもらえんやけど、このルマンド、ロムアンドアンドがね、本名分からんけど、ロムアンド、もうねこれ買ったけんね、これも使いたいし、使いたい化粧品もいっぱいあるもんね。スキンケアでなんでミスちゃんでこんそんな肌綺麗ないですかって言われることが結構ありがたいことに多いんやけど、自分化粧せんのよね普段、マジでせん、月に1回やったら多いぐらい。ね、化粧化粧やっていこう。暑いね、ちょっとクーラー弱める、弱めるじゃない、強める、弱めてどうぞ。取れるんかな。あっつ、もう8月よ、やばいね、時はすごく進む。なんかもうちょっと一日一日を大切に生きななって最近思うんやけど、やっぱめんどくさーとかなって、何でもかんでもポギしてしまうよね。知らんけど可愛くないこの指、やっぱ可愛いよこれ。誰がゴミや言うてんねん、めっちゃ可愛くない？可愛いよね。弟はこれを何を思ってゴミっつってきたんだろうね。それたちね、今日はさ、外でさ、いっぱいやるけんさ、そう、エスポイヤさんがさ、日焼けクリームさ送ってくれとったけんさ、日焼けクリーム使っていこうと思って。いいんかなこれ、肌に合わなかったらどうしよう。え、めっちゃ巨大なキスマークつけられたみたいになったんやけどどんな唇なで、で、すわなあ、なんかべちょべちょとかじゃなくて、すごい水分クリームみたいな感じやね。絶対日焼けはしたくないやん。普段自分日焼けクリームとか塗らんねんけど、今日はさすがに塗っとかなやばいかなと思って。え、めっちゃ肌綺麗に、てからんこのクリーム。で、夏って言ったらもう絶対ヘラ。もう絶対ヘラ。マジで、これセミマット。マジでいいよ、これ。よれん。マスクしとったらよれるやんか。やけど、それでも最大限に保ってくれるみたいな。マジでヘラいいよ。高いだけやろう、これ。化粧しとるのにマスクはほんまにあれ、肌に悪いね。この前しとったらほんまにさ、速攻でニキビできたけんさ。あ、やばいんや。これはやばいことなんやねん、みたいな。まあでもそれ、今はマスクせない関係さ。どうやったらもうすっぴんでマスクしようって決めた。てか今日二重めっちゃ調子良くない？こっちいつも三重になるんよ。え、今日二重やったしゃ。てか今リップでね、ヘラのね、この101番のこの緑のやつ塗ったんよ。緑っつってもね、こんな感じなんやけど、塗ったら透明なんやけど、唇やばい、プルンプルン。めっちゃちょっとヒリヒリするなと思って、縦じわなくしてくれるのかな、わからんけど、めっちゃプルンプルンやない。このエスポイアのパレット使っていくんやけど、ここの色めっちゃ可愛い。最近ね、目ね囲むのはまっとってね。このパレットめっちゃ可愛くない？めっちゃいい匂いする。こんなアイシャドウになったんやけど、これもエスポイヤね、絵本みたいで可愛いよね。チークにも使えるやつをこう目尻こう端っこくね。はい、今日は私のゴールデンウィーク、え、はい、今日は私のゴールデンウィズミーみたいなやつやったんですけど、どうだったでしょうか。ちょっと時間ないけど早口になるね。ちょっと友達も落ち着いた家。もう服なさすぎていつも来れないけど、なんか映えとるけんって言ったけんね、いつも普段金曜のね、ワンピースでも着て、なんかインスタ投稿頑張ろうかなって思ってるミソです。じゃけん、もしちょっとでもなんか面白いよと思ったらチャンネル登録お願いします。以上、ミソでした。バイバーイ。